717年から718年にかけて起こったコンスタンティノープル包囲戦はビザンツ帝国の首都であるコンスタンティノープルに対しウマイヤ朝のアラブ軍が陸と海の両面から行った包囲戦であるビザンツ帝国の国力が長期にわたる国内の混乱によって弱体化する中20年に及んだビザンツ帝国の国境地帯に対するアラブ軍の攻勢がこの包囲戦によって 最高潮に達することになった。数年にわたる準備の末、716年にマスラマ、ブンアブドゥルマリクに率いられたアラブ軍が、ビザンツ帝国領のアナトリアへ侵攻した。アラブ軍は当初ビザンツ帝国の内戦を利用しようと、し、ビザンツ皇帝手脅しをす三世に対して、反乱を起こしたテマアナトリコンロ長官のレオンと、共通の利害を持っていた。しかし、レオンは、 アラブ軍を計略にかけ、ビザンツ帝国の定位を確保することに成功した。アラブ軍はアナトリア西部の海岸地帯で越冬した後、717年の初夏にトラキアに渡り、巨大なテオドシウスの城壁に防御された都市を封鎖するために、包囲壁を築いた。一方、アラブ艦隊は陸上側の部隊とともに、海から、 都市の封鎖を完成させようと試みたものの、ギリシアの火を使用するビサンツ海軍によって到着後すぐに無力化された。これによってコンスタンティノープルが海側から補給を受けることを許すようになり、一方でアラブ軍はその後の異常に厳しい冬の期間中に飢餓と薬病に苦しめられることになった。718年の春、増援として送られた2個のアラブ艦隊の 乗組員であったキリスト教徒のエジプト人が逃亡した後、アラブ艦隊がビザンツ海軍によって撃破され、アナトリアを経由して陸路で送られた援軍も迎撃によって打ち破られた。背後からブルガリア軍による攻撃を受けたことも打撃となり、アラブ軍は718年8月15日に包囲を解くことを余儀なくされた。その後、アラブ艦隊は、 撤退時の自然災害によって、ほぼ完全に壊滅した。この包囲戦の失敗は広範囲にわたる影響を及ぼした。コンスタンティノープルの防衛に成功したことによって、ビザンツ帝国の存続は確実なものとなり、イスラーム帝国の戦略的な見通しが修正されることになった。ビザンツ帝国の支配地域への定期的な攻撃は、 継続したものの完全征服の目標は放棄された。包囲戦の結果、南東洋六へのイスラーム教徒の進出が何世紀にもわたって先に伸びることになったため、この包囲戦は歴史上における最も重要な戦いの一つであると歴史家からは考えられている。アラブ軍によって674年から678年にかけて行われたコンスタンティノープルへの最初の 包囲戦の後、アラブとビザンツ帝国の間では、しばらくの期間平和が維持されていた。680年以降、ウマイア朝は、第二次内乱の苦難の最中にあり、その結果ビザンツ帝国は東方において優位な立場を築き、ビザンツの皇帝は、ダマスカスのウマイア朝政権から、莫大な額の効能を引き出すことができた。その後、九十二年に、ウマイア朝が、 内戦の勝利者として現れ、当時のビザンツ皇帝ユスティニアノス2世は戦争行為を再開させた。しかし結果はアラブ側の勝利が続き、アルメニアとコーカサス地方の諸勢力に対するビザンツ帝国の支配が失われ、国境地帯が徐々に侵食されていった。年を追うごとに、ウマイヤ朝の将軍がビザンツ領内への襲撃に乗り出すようになり、ウマイヤ朝の軍隊は、 ビザンツ側の要塞と都市を占領していった。712年以降、ビザンツ帝国の防衛システムは崩壊の兆しを見せ始めた。アラブ軍の襲撃がアナトリア内部へとさらに広がり、国境の要塞は繰り返し攻撃と破壊を受け、ビザンツ側の反撃に関する資料への言及はますます乏しくなった。ユスティニアノス2世の最初の範囲に始まり、 レオン三世の即位に至るまでの間に、ビザンツの定位が、暴力的なクーデターによって7回入れ替わるという、長期にわたる帝国内の正常不安も、アラブ側を利することになった。ビザンツ学者のウォーレントレットゴールドの言葉を借りれば、いずれにせよアラブの攻撃は、内戦終結後に激化していたであろう。ビザンツ帝国よりも、はるかに多くの人口、土地、そして富を抱えていた。 アラブ人はビザンツ帝国に対してすべての力を集中し始めた。彼らはその首都を占領することによって、今度こそは帝国を完全に消滅させると脅しをかけた。この戦役に関する参照可能な情報は後日表された文献によっているものの、これらの資料の内容はしばしば互いに矛盾している。主なビザンツ側の資料はテオファネスによる テオファネスの年代記の広範囲に及ぶ詳細な説明と補助的なものとして、コンスタンティノープル総主教ニケフォロス一世の歴史小録による簡潔な説明がある。ニケフォロスの歴史小録は、テオファネスの年代記とは主に時系列の点でわずかな違いが見られる。包囲戦における出来事について、双方の著者は、レオン三世の治世中に書かれた一時資料を、 参照したと見られている。そのためレオン三世に好意的な記述が含まれているが、一方で、テオファネスは716年の出来事について、一見したところレオンに関する未知の伝記に、異拠しているように見える。8世紀の年代記作家であるエデッサのテオフィロスは、法医戦と法医に至るまでの過程を、ある程度詳細に記録しており、マスラーマ、ブンアブドゥルマリクと、 レオン三世との間の外交関係に特に注意を払っている。アラビア語の資料としては、11世紀後半にアルアンナルスで書かれたと見られる年代記があり、これより簡潔ではあるものの、タバリーによる諸首都と省の歴史も参照可能である。ウユンもタバリーも共通して9世紀諸島に書かれた複数の一次資料に依拠しているが、 これらのアラブ側の資料は、ビザンツ側の資料よりも雑然としており、いくつかの伝説的な要素が含まれている。シリア語の資料では、ヒエラポリスのアガピオスによって引用された形で、残っている8世紀のサワーフィル、ブントゥーマーによる年代記が参照可能である。この戦役に関する部分の記述は、欠落が多いが、テオファネスと同じ一次資料から引用された可能性が、 高いと考えられている。スライマーンのディナール金貨。アラブ世界の成功はコンスタンティノープルへの二度目の攻撃を可能なものにした。この計画は、ウマイヤ朝のカリフのワリード一世の下ですでに始められていた。ワリード一世の死後、弟で後継者のスライマーンブンアブドゥルマーリクがこの計画の実行に着手した。アラブの資料によれば、 予言者の名を持つカリフがコンスタンティノープルを占領するという予言の存在によって正当性が高まっていたと言われている。スライマーンは予言者の名を冠していた唯一のウマイア家の人物であった。シリアの資料によれば新しいカリフはアラブ人の国が消耗し尽くしてしまうか都市を占領するまでコンスタンティノープルとの戦いを止めないことを誓った。ウマイア朝軍は カリフの直接の指揮の下、アレッポの北のダービクの平野に集合を始めた。しかし、スライマーンは重い病にかかり、自身で指揮を取ることができなくなったため、指揮をイボテイのマスラマ、ブンアブドルマリクに委ねた。このコンスタンティノープルに対する軍事行動は、ウマイヤ朝が東西へ拡大を続けている時期に起こった。イスラーム教徒の軍隊は、トランスオクシアナ、インド、そして、 ヒスパニアの西ゴート王国へ進出していた。ビザンツ皇帝アナスタシオス2世のノミスマキーカアナスタシオス2世はコンスタンティノープルの包囲戦に向けた防御体制の構築を進めた。アラブ側の準備、特に大規模な艦隊の建設は警戒をしていたビザンツ側に気づかれずには済まなかった。ビザンツ皇帝のアナスタシオス2世は表向きは 平和を訴えることを目的としつつ、実際には、アラブ側を偵察することを目的として、貴族で、コンスタンティノープルの首都長官である、シノオペイのダニエルを長とする施設団を騙すくへ、派遣した。続いて、アナスタシオスニセイは、避けることが難しくなった、包囲戦への準備を始めた。コンスタンティノープルの城壁は修復され、十分な数の透析器が備えられ、 食料が市内へ運び込まれた。一方で少なくとも3年分の食料を備蓄できなかった住民は避難した。アナスタシオス2世は海軍を強化し、715年の初頭に、ホイニクス、通常はリキアの現在のフィニケと同一視されているが、ロドス島の対岸のフェナケットもしくはレバノン杉の森林で知られるフェニキアであった、可能性もある、に、 艦船の建造のための木材を集めに来たアラブ艦隊に対して海軍を派遣した。ところが、ロドス島でテマオプシキオンの兵士たちに促されたビザンツ艦隊が反乱を起こし、指揮官のヨハネス・パパイオアナキスを殺害してきた絵、アトラミティオンまで後悔した。そこで反乱者は、擁立されることに乗り気ではなかった、朝税艦のテオドシオスを皇帝に衰退した。 アナスタシオス二世は、反乱に立ち向かうために、テマオプシキオンのビチュニアに渡ったが、反乱軍の艦隊は、コンスタンティノープルの対岸のクジュソポリスへ向かった。そこからコンスタンティノープルへの攻撃を開始し、夏の終わりには、市内の同調者たちが城門を開いた。アナスタシオス二世は、二階屋で数ヶ月間抵抗したものの、最終的に退位し、修道士となって引退することに同意した。 テオドシオス三世の即位は、このテマオプシキオンの区別の皇帝が、他のテマ、特にそれぞれテマアナトリコンとテマアルメニアコンのストラテゴスであったレオンとアルタバスドスの反発を引き起こしたため、文献では、テオドシオス三世は意欲に欠け、無能な皇帝として伝えられている。740年の時点における、ビザンツ帝国のアナトリアとトラケアの地図、内戦に近いこのような状況の中、 アラブ軍は慎重に準備された進軍を開始した。715年9月、全英軍を指揮するスライマーン軍ンムアドの下で、キリキアを越えて、アナトリアに進軍し、途中で戦略上の要衝であるルロンの要塞を占領した。アラブ軍は、キリキアの門の西側の出口に近い不明の場所である、アフィクで越冬した。716年の初めに、スライマーンの部隊は、 アナトリア中部へ侵入した。生まる分不敗らしきかのウマイア朝の艦隊がキリキア沿岸を航行し、一方でマスラマ、ブンアブデル,ルマリクはシリアの主力軍とともに状況の進展を待っていた。アラブ人はビザンツ帝国内の不和がアラブ側に有利に働くことを望んだ。この時点でマスラマはすでにレオンとの接触を確立していた。 フランスのビザンツ学者のロドルフ・ギランは、レオンはアラブ人を自分の目的のために利用するつもりでいたが、マスラマに対してはカリフの風神になることを申し出ていたと論じている。一方、マスラマは混乱を最大限に活かし、ビザンツ帝国を弱体化させ、コンスタンティノープルの占領という自身の任務の遂行が要因になることを期待して、レオンを支援した。 前衛軍のスライマーンの第一の目標は戦略的に重要なテマアナトリコンの主婦であるアモリオンの要塞でありアラブ軍は次の冬に基地として使用することを意図していたアモリオンは内戦の混乱の中で無防備な状態でありおそらく容易に陥落したと考えられるもののアラブ人はテオドシオス三世への対抗勢力であるレオンの拠点を支援することを選んだアラブ人は 住民がレオンを皇帝として認めるのであれば降伏するであろうと考え、要塞に対して降伏の条件を提示した。しかし、要塞は降伏を受け入れたにもかかわらず、動きを見せずにアラブ軍に対して城門を開かなかった。そして、レオンが少数の兵士と共にアラブ軍に近づき、要塞に守備隊として800人を駐屯させるための一連の 計略と交渉を実行した。結局アラブ軍は目的を妨害されることになり、物資が不足しつつあったためにアモリオンから撤退した。レオンはピシディアへ逃れ、夏にはアルタバスドスの支援を受けてビザンツの定位を宣言し、公然と手脅しをす三世に対抗した。レオン三世へのノミスマキーカ。アラブ軍を退かせることに成功したレオンはタイミング的にも幸運であった。 それは、前衛軍が足止めされている間に、アラブ軍の主力を要する、マスラマが、トロス山脈を越え、アモリオンに向けて直進していたためである。さらに、マスラマは、レオンの二神のある取引の知らせを受けていなかったため、マスラマが通過した土地、すなわち同盟者の領地であるとマスラマが信じていた手間、アナトリコンと手間アルメニアコンの地を、略奪して回らなかった。 マスラマは退却してきたスライマーンの軍と合流し何が起こったのかを知ると目標を変えた。マスラマはアクロイノンを攻撃しそこから西部の海岸地帯に向かい遊の期間を過ごした。またその途上のサルディスとペルガモンで略奪をした。一方でアラブ艦隊はキリキアで越冬した。その間にレオンはコンスタンティノープルへの進軍を開始した。レオンは ニコメディアを占領し、そこでテオドシオス3世の息子や側近たちを捕らえ、その後にクリュソポリスへ進軍した。717年の春、短い交渉の後にテオドシオス3世の大意と自身が皇帝となることへの承認を確保し、3月25日にコンスタンティノープルへ入場した。テオドシオス3世とその息子は修道士として、 修道院に引退することが認められ、アルタバスドスはクロパラテスの地位へ上り、レオンの娘であるアンナを妻に迎えた。アラブ人は当初から大きな規模によるコンスタンティノープルへの進行の準備を進めていた。8世紀後半にシリア語で書かれたズクニーン修道院年代記では、アラブ人は数えきれないほどいたと記録されている。一方、 12世紀のシリアの年代記作家であるシリア人ミカエルはかなり誇張された数字として20万人の兵士と5000隻の船という数字を挙げている。10世紀のアラブの作家であるマスウールリーは12万人の軍隊とテオファネスの説明にある1800隻の船について言及している。数年分の物資が蓄えられ工場兵器と焼夷弾が備蓄された。 前線の軍隊への補給部隊だけでも1万2000人の兵士、6000頭のラクダ、そして6000頭のロバがいたと言われている。さらに、13世紀の歴史家のバルヘブライオスによれば、軍隊には、生戦のための3万人の志願兵が含まれていた。ビザンツ側の兵力は、全くわかっていないものの、ビザンツ帝国の人的資源の枯渇と兵力を、 維持するための物資の制約の両方を考慮すると、コンスタンティノープルの守備兵はおそらく1万5千人を超えていなかったと考えられている。ブルガリア皇帝テルベルのビザンツ様式のナマル製の印象。真の数字がどうであれ、攻撃側の兵力は防御側の兵力よりもかなり上回っていた。ウォーレントレッドゴールドによれば、アラブ軍の兵力は、 ビザンツ帝国軍全体の兵力を上回っていた可能性がある。アラブ軍の構成の詳細についてはほとんどわかっていないが、大部分はビザンツ帝国と戦った経験のある古参兵と、ウマイア朝政権の中核を成すシャームとジャズイーラ、地方出身のアフルアイコールシャームの支配層からなり、これらの人々に統率されていたと考えられている。 戦役に参加したアラブ軍の指揮官のうち、マスラマ以外の指揮官の名前については、各資料で異なった説明が見られる。テオファネスの説明では、マスラマの副将は艦隊を率いて、キリキアで越冬したウマルと、アモリオンにおいてレオンと取引したスライマーンの二人とされているが、後者のスライマーンについては、死亡して、ウマルに変わったという記述が見られ、カリフのスライマーンを呼び、 ウマルと混同しているのは明らかである。ニッケフォーロスの説明にも同じ混同が見られ、ビザンツ側の資料では少なくとも3人のスライマーを一人の人物として混同している。アラブ側の資料のうち、タバリーはウマルブンフバイラのみをマスラマの副将として言及しており、この人物がアモリオンを包囲したことになっている。ウユンではこのウマルブンフバイラに加えて、 スライマーンブンムワーズアルアント、アブドゥンラーアルイコールバッタールの名前が挙げられている。アガピオスのシリア語の資料では、ウマルブンフバイラが艦隊を率い、スライマーンブンムワーズアルアントバフターリー、ブーンアルハサンが陸側の軍隊を率いたとしている。包囲戦では、ウマイヤ朝の労働力と資源の大部分を消費したものの、包囲戦の期間中に、アナトリア東部のビザンツ帝国の国境地帯へ、 攻撃に乗り出すことが依然として可能であった。717年にカリフのスライマーンの息子であるダーウードがメリテネに近い要塞を占領し、718年にはアムルブンカイスが国境地帯を襲撃した。ビザンツ側の兵力は不明であるが、アナスタシオス2世による準備を別とすれば、ビザンツ帝国は、 テオドシオス三世がアラブに対する同盟を盛り込んだ可能性がある条約を締結したブルガリア帝国の援軍を見込むことが可能であった。コンスタンティノープルを陸側から守る復元された三重構造のテオドシオスの城壁。717年の初夏、マスラマはアラブ艦隊に自軍の死体加わるように命じ、艦隊と共にアビュドスからダーダネルス海峡を渡って、 トラキアに上陸した。アラブ軍はコンスタンティノープルへの進軍を開始し、農村地帯を徹底的に荒らしまって物資を集め、遭遇した町から略奪した。アラブ軍は7月中旬もしくは8月中旬にコンスタンティノープルに到着した。そしてコンスタンティノープルを陸側から完全に孤立させるために、一方がトラキアの農村地帯に面し、 もう一方がコンスタンティノープルに面した石造りの二重の包囲壁を建設し、両方の包囲壁の間に軍の野営地を設営した。アラブ側の資料によれば、この時レオンは全ての住民の身の白金に相当する金貨を支払うことで包囲から解放してほしいと申し出たが、マスラマは敗者と和解することはあり得ず、コンスタンティノープルに駐屯させるアラブ軍の部隊が、 すでに選抜されていると返答した。スライマーン指揮下のアラブ艦隊が9月1日に到着し、最初はヘブドモンの近くに停泊していた。2日後、スライマーンは艦隊をボスフォーラス海峡へ向かわせ、いくつかの艦船がコンスタンティノープルのヨーロッパ側とアジア側の周辺に停泊を始めた。一部はボスフォーラス海峡の南側の入り口を監視するために、 カルケドンの南のエウトロピオスとアンテミオスの港へ向かった。一方、残りの艦隊は海峡内に向けて出港し、コンスタンティノープルを通過して、ガラタとクレーディオンの間の海岸に上陸を始め、コンスタンティノープルと国海との間の連絡を遮断した。しかし、2000人の海兵隊を乗せた20隻の重量船からなるアラブ艦隊の航衛が街を通過している最中に、 ハエが止まり、その後逆風となって、コンスタンティノープルの城壁の方向へ流されていった。そこへ、ビザンツ艦隊がギリシアの火を用いた攻撃を加えた。テオファネスは、一部の船は、船員もろとも沈み、その他の船も燃えて、プリンシズ諸島のオクセイア島とプラテア島へ、落ち延びたと記録している。勝利は、 ビザンツ側を勇気づけ、アラブ側を落胆させた。テオファネスによれば、アラブ艦隊はもともと夜間に、海側の城壁に向かい、船の操舵用の貝を使って、城壁をよじ登る作戦を準備していた。同じ日の夜、レオンはコンスタンティノープルとガラタの間に鎖を引き、金閣湾の入り口を封鎖した。アラブ艦隊は、 ビザンツ軍との交戦に消極的になり、ボスフォラス海峡のヨーロッパ側のさらに遠い北側に位置するソステニオンの安全な港へ撤退した。ビザンツ帝国時代のコンスタンティノープル周辺の地図。アラブ側の資料では、当初アラブ軍には十分な食料が蓄えられ、野営地に大量の物資が積まれていたと記録されており、翌年には小麦を運んで種をまき、 収穫することさえしていた。しかし、アラブ艦隊がコンスタンティノープルの封鎖に失敗したことは、ビザンツ側も食料を船で運び込めることを意味していた。さらに、アラブ軍は進軍中にすでにトラキア一帯を荒廃させていたため、食料を集めるにあたって略奪に頼ることはできなかった。アラブ艦隊とコンスタンティノープルのアジア側に展開していた第二のアラブ軍が、 マスラマの舞台に限られた物資を持ち込むことができた。方位が冬に近づくと、両者の間で交渉が始まった。しかし、ビザンツの歴史家はこの時の交渉の存在について、触れておらず、アラブ側の文献によって広く内容が伝えられている。これらのアラブの資料によれば、レオンはアラブ人を相手に、裏表のある行動を続けていた。ある説明ではレオンが、 マスラマを計略にかけ、供給される穀物のほとんどがビザンツ側に流れたとし、別の説明では、コンスタンティノープルの住民は大量に積まれた物資を見て、アラブ軍がすぐに戦う意思を持っていないと考えているため、数日以内に攻撃が差し迫っていることを、コンスタンティノープルの住民に悟らせ、幸福へ誘導するために少量を残して、食料を完全に燃やすように、 マスラマをそそのかしたとしている。年が明けた718年の冬は、雪が3ヶ月以上地面を覆う以上に厳しい、天候が続いた。その結果、多数の馬とラクダ、そして家畜が、上と、寒さで死亡した。そしてアラブ軍の野営地の物資が底をつくと恐ろしい、飢餓が発生した。兵士たちはこれらの死んだ動物焼きの根、葉、樹皮を食べた。 さらには自分たちが植えた植物の新芽を食べるために野原の雪を一掃し伝えられるところによれば死人の肉や自分の排泄物までも食べた。そのためアラブ軍の間で薬病が蔓延した。大きく誇張された数字ではあるもののランボバルド人の歴史家のパウルス・ディアコヌスは飢餓と病気で死亡した人の数を30万人と記録している。 ギリシアの日の使用の様子を描写したマドリードスキュリチェスの細密が、ウマイア朝の新しいカリフである、ウマル2世が春に2個の艦隊を、包囲軍の支援に送った時、アラブ軍の状況は改善するかに見えた。スフヤーンという名の指揮官の下で、エジプトから400隻、イジドという名の指揮官の下で、アフリカから360隻の船が物資飛ぶ機を運び込んだ。同じ頃、 アラブ軍の新しい部隊が包囲を支援するために、アナトリアを横断する進軍を開始していた。新しい艦隊が、マルマラ海に到着した時、これらの艦隊は、コンスタンティノープルからの距離を保ち、アジア側の海岸に位置する現在のトゥズラに近い、ニコメディア湾に、エジプトの艦隊、カルケドンの南に、アフリカの艦隊が停泊した。これらのアラブ艦隊の乗組員のほとんどは、 キリスト教徒のエジプト人で構成されていたが、彼らは到着するや、いなや、ビザンツ側に逃亡を始めた。エジプト人から、アラブ軍の増援部隊の到来と配置について、情報を得たレオンは、新しいアラブの艦隊に対して、攻撃のために、自軍の艦隊を差し向けた。乗組員の離反にあい、ギリシアの日に対して無力であったことから、 アラブ軍の船舶は逃亡した乗組員たちが運んでいた物資や武器と共に破壊されるか捕獲された。この勝利によってコンスタンティノオープルは海上からの攻撃に対する安全を確保した。また陸上でもビザンツ軍は勝利を収めた。ビザンツの部隊はマルダさんという名の指揮官の下で前進してきたアラブ軍の増援部隊を待ち伏せし、 ニコメディアの南のソフォン周辺の丘で撃破した。コンスタンティノープルは容易に海側から補給することができ、アラブの艦隊が再び出航することはなかったため、町の漁師は仕事へと戻った。アラブ軍は依然として、飢えと薬病に苦しみ、ブルガリア軍との大規模な戦いにも敗れ、テオファネスによれば二万二千人が戦死した。包囲戦に対するブルガリア軍の関与は資料によって、 細部の説明が異なっている。テオファネスト・タバリーは、ブルガリア軍が、アラブ軍の野営地を攻撃したとしており、シリア語による864年の年代記は、アラブ軍が食料を求めて、ブルガリアの領土へ入り込んだために戦闘になったとしている。一方、シリア人ミカエルは、ブルガリア軍は包囲の開始当初から関与しており、トラキアを通過して、コンスタンティノープルに向かい、 その後アラブ軍の野営地に攻撃を加えたと記している。いずれにせよ、包囲作戦は明らかに失敗し、カリフのウマル2世はマスラマに対して撤退の命令を下した。12ヶ月か13ヶ月に及んだ包囲の末、718年8月15日にアラブ軍は撤退を始めた。この日付は生新条終身祭の祝祭日であり、ビザンツ人はこの勝利を 聖母マリアに返した。アラブ軍は撤退時に妨害を受けることはなかったものの、マルマラ海の嵐で多くの船を失い、その他の船もサントリーニ島の火山から火山灰を被ったことで火災を起こし、生存者の一部はビザンツ側の捕虜となった。このため、テオファネスはわずかに5隻の船だけがシリアに帰還したと記している。 アラブの複数の資料では、この軍事作戦の期間中に合計で15万人のイスラーム教徒が死亡したと主張している。歴史家のジョン・ハルドンは、この数字は確かに誇張されているものの、それでもなお中世の視点におけるこの第三次の影響力の大きさを示している。と指摘している。750年までのイスラーム帝国の拡大の様子、ムハンマド死去の時点のイスラーム国家の勢力、 聖徒カリフによる拡大範囲ウマイヤ朝による拡大範囲ビザンツ帝国この遠征の失敗はウマイヤ朝の弱体化へとつながった。歴史家のバーナード・ルイスが述べているようにこの失敗はウマイヤ朝政権に重大な節目をもたらした。装備と遠征の維持にかかる財政的な負担はすでに危険な反発の目となっていた逼迫した財政のさらなる悪化を招いた。 コンスタンティノープルの海の城壁において被ったシリアの艦隊とその部隊への損害は政権にとって最も重要な物質的基盤を奪うことになった。ウマイヤ朝の支配への打撃は深刻なものであった。陸の部隊は海の艦隊に及ぶほどの損失は被っていなかったものの征服したばかりのヒスパニアとトランスオクシアナからの軍の引き上げとアラブ軍が 過去数年の間に占領したキリキアと他のビザンツの領土からの完全な撤退について、ウマル2世が真剣に検討したことが記録されている。ウマル2世の古問たちは、そのような極端な行動を思いとどまらせたが、ほとんどのアラブの守備隊は包囲戦に至るまでに占領していたビザンツ帝国の辺境地帯から撤退した。キリキアではアンティオキアを守るための防衛拠点として、 モップスエスティアだけがアラブの支配地として残った。ビザンツ帝国は一時的にアルメニア西部の領土の回復にも成功した。719年にはビザンツ艦隊がシリア沿岸を襲撃し、ラタキアの港を焼き払った。そして720年もしくは721年にエジプトのティニースを攻撃し、都市を略奪した。また、レオン三世は、 アラブ軍によるコンスタンティノープル包囲の法を受け、都市の陥落を予想した現地の総督により、バシレオス・オノマグロスが皇帝として擁立されていたシチリア島の支配を回復した。しかし、一方では、この時期にビザンツ帝国のサルデーニャ島とコルシカ島に対する実効支配が失われた。2年間の中断の後、720年にアラブ軍は、 ビザンツ帝国に対する襲撃を再開したが、今やアラブ側の目標は征服には向けられておらず、収奪が目的となっていた。アラブ軍による攻撃は次の20年の間に再び激しさを増し、攻勢は740年のアクロイノンの戦いで、ビザンツ軍が対象を収めるまで続いた。過剰に拡大したイスラーム帝国の他の戦線における軍事的な敗北と、 アッバース革命で頂点に達した内部の混乱によってアラブ拡大の時代は終焉を迎えることになった。アラブ軍による2度目のコンスタンティノープルの包囲戦は674年から678年にかけての緩やかな包囲戦とは異なり、ビザンツ帝国の首都に対して直接的で十分に計画された攻撃を開始し、陸と海から都市を完全に封鎖しようとしていたため、 最初の包囲戦よりもビザンツ帝国にとってはるかに危険なものであった。ビザンツ学者のラルフ・ヨハンネス・リーリーエは、この包囲戦はビザンツ帝国の頭を切り落とすためのイスラーム帝国による最後の努力を示しており、攻略が成功した場合には残りの地域、特にアナトリアは容易に占領されていたであろうと述べている。アラブ軍の失敗の原因は、 主に本拠地のシリアから非常に離れた場所での作戦行動による兵団の問題にあったが、ギリシアの日の使用によるビザンツ海軍の優位性、コンスタンティノープルの要塞の防御力、そしてレオン三世の策略と交渉力も重要な役割を果たした。732年のトゥールポアティエ間の戦い、717年から718年にかけてのコンスタンティノープルの包囲戦とともに、 ヨーロッパにおけるイスラーム勢力の拡大を止める役割を果たした。アラブ軍による包囲の失敗はビザンツ帝国とイスラーム帝国の間の戦争の本質に大規模な変化をもたらした。コンスタンティノープルの征服というイスラーム教徒の目標は事実上放棄されることになり、二つの帝国の境界はトロス山脈とアンティトロス山脈に沿った線で固定化され、両国は 定期的な襲撃と反撃を境界線を越えて繰り返した。この絶え間ない国境紛争によって国境の街と要塞は頻繁に支配者が入れ替わったものの10世紀にビザンツ帝国によってアラブ側の国境地域が征服されるまで国境の基本的な枠組みは2世紀以上も変化することがなかった。会場ではイスラーム帝国の東部艦隊の活動が1世紀に 渡って低下し、西方のイフリーキアの艦隊のみが、ビザンツ領のシチリア島への定期的な襲撃を継続したものの、それも752年以降は、急速に沈静化した。そして782年に、ハールンアイコールラシードの下でクルソポリスまで、アッパース長軍が進軍したことを除き、ビザンツ帝国の首都の前に、アラブの軍隊が現れることは二度となかった。 その結果として、イスラーム教徒の側では、最終的に襲撃自体がほとんど儀式的な性格を帯びるようになり、大部分は、ジハードの継続的な自由行動として位置づけられ、イスラーム共同体の指導者の役割の象徴として、カリフによって支援された。包囲戦の結果は、歴史的に広範囲にわたって影響を及ぼした非常に重要なものであった。 歴史家のエッケハルト・エコフは、地中海がアラブの海となり、西ヨーロッパのゲルマン人の後継国家が地中海の文化的ルーツから切り離されることになるため、中世の終わりにオスマン帝国によって起こったように、勝利を収めたカリフが、中世の初めの時点ですでに、コンスタンティノープルをイスラーム世界の政治的な首都にしていたならば、ヨーロッパのキリスト教世界への影響は、 計り知れないものであっただろう。と記している。軍事視野のポール・ケイ・デイビスは、この包囲戦の重要性を次のように要約している。イスラーム教徒の侵入を阻止したことでヨーロッパは、キリスト教徒の手に留まり、ヨーロッパへの深刻なイスラーム勢力による脅威は15世紀まで存在しなかった。この勝利は、トゥール・ポワティエ間の戦いにおける、フランク王国の勝利と同時期に起き、 イスラーム勢力の西方への拡大を南部地中海世界に限定した。これらの理由から歴史家のジョン・バグネル・ベリーは718年をエキュメニカルな都市と呼んだ。一方、ギリシアの歴史家のスピリドン・ンランブロスはこの包囲戦をマラトンの戦いにレオン三世をミルティアデスになぞらえている。これらの評価によって軍事シアはしばしばこの包囲戦を世界史の 天下分け目の戦いの一覧に含めている。アラブ人の間において、ビザンツ帝国に対する遠征軍に関する伝承の中ではこの717年から718年にかけての包囲戦が最も有名なものとなった。いくつかの物語が現存しているものの、ほとんどは後世に創作されたものであり、半ば架空であるとともに史実とは矛盾している。伝説では敗北は、 勝利に変えられているマスラマは自身の馬と共に30名の騎兵を伴ってビザンツ帝国の首都に象徴的な入場を果たしそこでレオンはマスラマを敬意と共に迎え入れハギアソフィアへと案内したレオンはマスラマを称え功能を約束したその後マスラマとその部隊コンスタンティノープルに向けて出発した当初の8万人のうち3万人 ガッシリアに向けて出発した。包囲戦の物語は、アラビアの女子詩文学における、同様のエピソードに影響を与えた。コンスタンティノープルの包囲は、千代人よ物語の、オマルビンアル・ヌーマンとその息子の物語の中に見られるが、一方で、マスラマとカリフのスライマーンブガアブドゥルマ・リクの両者は、マグディブの101夜物語の中で登場する。 マスラマの護衛官のアブデュラー・アルイコール・バッタールは、アラブとトルコの死において、サイード・バッタール・ガーズイの名で知られ、続く数十年間のアラブの軍事行動における功績によって、著名な人物となった。同様に、バッタール周辺の一連の出来事と内容が関連している10世紀の女子詩のデルヘンマ物語では、717年から718年の、 好意線を脚色した物語が語られている。アラプモスクまた、後世のイスラーム教徒とビザンツの伝説では、市内のプライトリウムの近くに建てられたコンスタンティノープルの最初のモスクの建設をマスラマに返している。しかし実際にはアラブの施設団の派遣を受けて、おそらく860年頃に建てられたと考えられている。オスマン帝国の伝説においても、 アラップモスクの建築をマスラマに返しているが、これはおそらく670年代のアラブ人による最初の包囲戦と混同され、誤って686年頃の建設とされている。アラブ軍の通過はアビュドスにも痕跡を残し、マスラマをゆえんとしたマスラマの井戸とモスクが10世紀においてもまだ知られていた。コンスタンティノープルを前にしてアラブ軍が失敗を繰り返したこと。 そして、ビザンツの国家が繰り返し回復する姿を受けて、最終的にイスラーム教徒は、遠い未来におけるコンスタンティノープルの陥落を予測するようになった。これは、この都市の陥落が、イスラームの終末論における終末の到来の兆候の一つと考えられるようになったことを示している。さらにこの包囲戦はビザンツにおける、目視文学のモチーフにもなり、8世紀初頭に、 ギリシア語へ翻訳されたシリア語のメトディウスの予言書に挿入された話と、包囲戦の頃か、包囲戦の一世紀後のどちらかの時期に書かれたギリシア語、ダニエル目視録において、コンスタンティノープルの城壁を前にしたアラブ軍に、対する最後の決戦の様子が記されている。ありがとうございます。